2018年、神室町では関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だった神室町の探偵、八神隆之は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。名もなきその殺人鬼に八神はモグラと名を付けた。もしもし。あ、おい待て、そこを止まれ。いや俺は上等だよ。期待すんなよ。これ頑張ったご褒美。俺のだろ。まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと何がサンキューだこの野郎。それじゃ。細かく逃げんな、オラ！どうぞ。金ねえなりにこういう店で遊ぶんだな。なんであんたが。どういうことですか。お前こそなんでこの店なんだ。へえ。なんてな。協力会の事件を嗅ぎ回ってるって。もうお前の出る幕じゃねえだろう。どういうつもりだ。
そんなもん俺の勝手ですよ。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね、目出し帽の4人組に。ああ、なんだそれ。あれはあんたの差し金ですか。今そこに控えてんのも4人だ。言ってる意味が分かんねえな。だろ、ケンゴ。へい。ヨタこいてんじゃねえぞ、おら。カナエちゃんなら、さっきこの店辞めて国に帰ってったぞ。今回はイエローカードで済ませといてやる。お前は親父のお気に入りだからな。八神だ。おやさんか。おう、どうした？なんか調子悪いのか？おやさんとこの頭と厄介事があってね、間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ、お前が来るまで待ってるわ。わかった。情けねえ野郎だ。親父に泣きつくとはな。ふざけた真似しやがれ。俺はただ頭とこじれた件おやすさんに報告した方がいいと思ったんです。いらねえよ。お前がおとなしくしてりゃいいだけの話だ。それとも俺の言葉が足んなかったか。いえ、今のでやっと分かりました。じゃあこれで手打ちですね。まだ話は終わってねえぞ。どうせ口で言っても聞かねえんだろ、ターボ。ガキの頃からそうだったもんな。お前は周りにいくら笑われようがよ、夜間通い上げてとうとう司法試験まで通っちまった。どうせ今も腹ん中じゃ手引かねえ気なんだろう。元弁護士だろうが所詮はゴロつき上がりだ。やっぱ無知でしつけねえとな。尾崎。
いつで目をえぐってやる。やめろ。なんてな。てめえ何やってんだ。おら一遍死ぬか。もう構わねえ。ぶっ殺せ。ふざけやがって。お前ら順番守れよ。はあ、次は俺の番だろ。しっかり狙え、剣豪。心臓だ。はい。撃つなら自分で撃てよ。いや、やっぱり目撃つか。両目撃ち抜け。男になれや、剣豪。逃げるよ。ついてきて。何やってんだ。捕まえろ。あちら逃げろ。でも返したじゃん。なんで取った。なんで返した。あの時はしつこい警官に追われててさ。そしたらあんたが電話してて、それでパッと計画を思いついたわけ。計画。うん。まずスマホを奪うでしょ。するとあんたは僕を追いかけてくる。後から来た警官たちは僕と同じ方向に走るあんたを仲間だと思う。で、あんたが捕まってる間に僕は逃げる。ま、あんたまで逃げ切るとは思ってなかったんだけどさ。お互い結果オーライだったでしょう。じゃあ今はなんで俺を助けた。そりゃあ、あれ、なんでだっけな。変なやつだな。まあ一応スマホの件じゃ迷惑かけたしさ。でもそれで今は命が助かったんだから、あんたラッキーだよね。そうかもな。助かったよ。ならこれでチャラね。なあ、なんで窃盗だなんてやってんだ。いい若いもんがもったいない。はあ？そんなに暇なら俺の仕事手伝わないか。ヤクザに狙われるような仕事？冗談でしょ。さっきの奴らは東条会の松金組だ。他に強霊会とも俺は揉めてる。ちょっと面白そうではあるけどさ、僕らまだお互いに信用できないでしょう。八神さん。